ムクネンナのマルーの作り方のご紹介です。ムクネンナは一つかみ分準備します。このムクネンナは日本でも夏場はとても元気に育つので、皆さんぜひ育ててみてください。一つかみ分のムクネンナはこのようにぎゅっと凝縮していって、そして細かく小さめにカットしていきます。バターは 15g とプラス 5g 準備しましょう。そして玉ねぎは約6分の1個準備します。鍋を温めたらバターを入れて、ニンニクと生姜とオリーブオイルをグラインダーにかけたペーストをだいたい小さじ1杯程度入れます。このスプーンは大さじを使っています。玉ねぎを入れて炒めます。玉ねぎがほんのりきつね色になったらムクネンナを入れます。ココナッツファインは大さじ2杯、ターメリックは小さじ半分もないぐらい、無塩バターを使っている方は塩をここで入れます。無塩バターでない方も一つまみ分の塩を少し入れると美味しいです。炒めると乾いてくるので追加の 5g のバターを入れます。ここから3分程度炒め続けます。随分としんなりしました。あっという間に完成です。このムクネンナのマルーンは美味しく作る秘訣はやっぱりバターです。バターのすごくほんわかした香りと玉ねぎの甘みと、それとムクネンナの味わいがとても相性が良くて美味しいのでおすすめです。ムクネンナは庭に植えると冬は枯れてしまうんですが、枯れたムクネンナを取っておいて次の年の3月ぐらいに植えると、だいたい4月5月ぐらいからどんどん成長してたくさん食べられるので、皆さんぜひ植えてみてくださいね。